おお、はい、これどうなったんですか。私です。あ、玉木、これ、これか、あのお前なんだ、お前変だな、お前だんだん気づいてきて、お前変なやつだろ。違うの、興奮しちゃうと喋れなくなっちゃうんですよ。どこで興奮したんですか。ずーっと興奮してんの。玉木の前興奮してる。ピースハイムしてよ。興奮したままだとさ心配になるからさ。あの、これはかじるバターアイスなんですけど、うん、あの本当に美味しくて、うん、で家の近くのあのめいっぱい巡ったのになくて、なんだな、それでもう次で最後にしようって決めて、うん、コンビニに入ったらあったので、うん、在庫を全部買い占めた。結構な量だよね。そんな美味しいんだ。はい、これメンバーにあげるってことは、どうするんだけ買うってことは、清水に勝手に食べられてる。え、勝手に冷凍庫でもなんか在庫が多すぎて減ってることに気づきませんね。いっぱい買って、買ってる場合あるから1本ぐらい食べて。そんな隠れて食べたの、人の家で。これちょうだいって言ったらくれるでしょ、だって。え、なんか言ったら絶対ダメって言われると思って食べちゃいました。完全に盗み食いじゃん、盗み食い。人んちって盗み食いした。今後、川田班長扱いされないよう盗み食いは控えましょう。